何歳からおっさんなの？30くらいではないでしょうか。自覚し始めるのはその辺からではないでしょうか。私が思うに35、うん、まあそれもあるかも。でも自覚して認め出すと多分僕はおっさんになると思うな。あ、早い、うん、まあどうだろうね。27で焦りが出てくる。何の焦りだろうな。いつまでも少年心を持っていたいのか、いつまでも若くありたいのか、まさか自分がおっさんになるとはもう思わなかった。思わないじゃん、10代の時とか20前半とか。なんかさ、絶対になんか自分はそうはならんだろうみたいな存在じゃない。でもなる、死と同じく。でもなる、必ずなる、気づいたらなる。そう、右下コンプリートしたい。24で自称おっさんしてるやつどう思う？あー、ファッションオタクと同じ感じじゃない。一個自分を下げて、でも実は本当の心ではそうは思ってない。一個自分を下げる謙遜というか予防線というか、もし、なんか、その年で、平均値まで行ってなくても、いやもう、いつも俺、自分でおっさんって言ってるから、やっぱかーっていう、心の予防線というか、じゃないか。語ってる時点でおっさんとか言われるだろ？やっぱりね、おっさんニスト代表としては、こういうとこなんだよね。何をしても。え、語ってるだけでおっさんって言われたら喋れないじゃんな。何すりゃいいんだろうな、マジで。語ってるだけでおっさんってもうやばいよね。だから、おっさんをキレさせるコメントを流して、今日1位に、そのベスト半おっさんニスト賞をあげる。僕がキレたら、最もおっさんがキレるコメントを言った人が、今日は優勝。うん、